宇都ボ公園の住宅は建築家安藤忠夫の後期の代表的住宅建築。宇都ボ公園の住宅背後に控える緑豊かな京町堀の宇都ボ公園の景観を大胆に取り込んだ個人住宅作品。間口4 3 2 0ト、mm、ル奥行き2 6 1 0 0、mm、トルの南北に伸びる細長い敷地に立つ。ウツボ公園の住宅プライバシーを確保した構成を 取りつつ、南側は大きく開かれ、今や寝室からは、うつぼ公園の木立ちが見える構成を取る。玄関に入ると、直ちにコンクリートの額縁によって切り取られた、鮮やかな緑が目に飛び込む。ステンレスで覆われた、無機質なキッチン。棚とそれらに馴染むようにグレーに統一された家具。AV ケーブルは棚や壁に隠れ見えない。高い大きなガラス窓からは豊かに光が降り注ぐ。 テラスは公園へと伸びている。安藤はここで都会にありながら自然を感じる家を木とした。3階ベッドルームには風景に大胆に公園の木を取り込んだため、部屋よりもベランダの方がはるかに広いという常識外れなものになっている。コンクリート打ち放し仕上げで家具や建築の寸法計画はコンクリート型枠の36番を単位として収められている。 完成時に内覧会が催され、大手住宅会社の若手設計者など、建築関係者、約50人に、住宅内を設計図とともに公開した。良い面もあれば悪い面もいっぱいある。快適で美しくて、住みやすい家、そこには家が語りかけてくるものはない。私のように語りかけてくるものがあるという家を作ろうとすると皆、反発を喰らう。 そんな家はいらないと。だから評判は悪かった。いいじゃない、それは。安藤自身は建築中のこの建物内でそう語った。ABC 新建築オンライン、宇都保公園の住宅 AB 上熱大陸2010年6月13日、放送。ありがとうございます。